堂々達子役、真田尚美です、えー。ゲームをクリアされた方、おめでとうございます。いかがでしたでしょうか。このストーリー、えっとですね、私はこの話をいただいてあの台本を読んだ時に、なんかね胸がキュンとしたんですよね。あ,あ、あ恋愛ってこうやって一個一個組み立てていくもんなんだな。友情もこうやってなんか一つ一つコミュニケーションを取りながら。 あの成立させていくもんなんだななんていうこう,こうなんて言うんですかね人間同士のつながりって一つ一つの出会いだったり会話だったりそういうのが大切なんだななんて思ったりしたんですけども皆さんはどんな気持ちでこのゲームをされていたんでしょうか、えー、ところであの子さんはいかがでしたいかがでしたか私はですねその、まあ、台本読んだ時にも思ったんですけども達子さんって すごくかわい,いなあの好きな人に対して好きだと素直に言えなかったりなんか裏腹の態度取っちゃったり悪ぶってみたりなんてねでもちゃんと自分のなんて言うんですかね将来の夢みたいなものをしっかり持ってて、えー、素敵な人だなあなんて思うんですけどもあの、まあ似てるか似てないかって言われたら似てないです。 でも、似てる部分とど,どっかあげてくださいって言われたならば、まあ、あの、うん、そういう素直じゃないところかななんて思ってますけどね。あのー、はい。好きな人を遠くから見守るタイプです。いつか私のこと好きって言ってくれないかななんて夢を見つつ自分では何もしない、そんな女の子です。はいで ですねんライバルあ、そうなんですよね <laughs> 一応東道達子さんはライバルだったんですけどもあの自分がそうですねライバルが現れたらどうするかなっていう話なんですけどもこれはですねあ、ここもうん、まさに相手によりますよねそのライバルになった女の子が自分にとってどういう 立場ののの子かっていいうのは大きいですよねまあ辰子さんのシナリオでもありましたけどもその好きなちょっと気になるなんだろうな友達になりたいなっていういい子だったらえっ、ー、と身を引きますけども「こいつムカつくななんでこんな女に取られなきゃいけないんだよ」っていうような相手だったら、えー、いろいろ。 あの、なんていうんですすかね、ね。裏工作をします、ね、あのその裏工作ってどんなことをするんだろうって皆さん気になると思いますけどもまあそれはあの、企業秘密ということでえー、っと私の黒い部分は皆さんに見せないようにしておきますねはいえー、それではですねゲームをクリアされた方に特別にメッセージを送りますあんたとはずっと仲良くしていたいんだ これからもよろしくな。